三代目、中村梅翼1月14日から1948年3月18日は、大正から戦前昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。屋号は高砂屋、縄文は祇園神、河右門は銀南酒。拝命に三鈴目、本名は佐々木伊之助。初代、中村元次郎の女房役者を務め、後には関西歌舞伎の長老として大媒玉と呼ばれた。 1947年、京成半言校と左少年環境の場又平妻、男又平は六代目、小野駅九五郎をしっとりとした色気のある人氏で、娘役よりも女房役が得意であった。控えめに主役を立てる可憐で清楚な親まであり、我の強い初代元次郎と共演することが多かったので、自然と情報風の突っ込んだ芸を強調することが少なかったために、 東京でもその芝居が人気を博したという。上方では、福助時代から評判を呼んでいたが、東京へ、盛んに出るようになった、晩年の10年余りの芸が、特に高く評価されている。戦後の歌舞伎復活のきっかけとなった、金本中心蔵当時、公演では、歌舞伎2で知られた、マッカーサーの副官フォービアンバワーズが、特に名指しで売脈を、養成。 果たして九段目のとなせは歴史に残る名舞台となった。摂州合法辻の局手午前、狂わ文章の夕霧、絵本太鼓置き、十段目の三章、新獣天毛島、上地のお三、桂川蓮里作の沖きぬ、芋瀬山不助定金のただしだかなどが当たり役。あと、立役では、金本中心蔵の縁や方眼、新獣天毛島、 川賞の孫衛門などが高く評価され、新作、ある夜の座行僧の西恩寺金持ちが、気品あふれる演技で本人に売り二つと、称賛されるなど、器用な面を持っていた。大変に無口な人物であったが、掛け事になるとその人物は一変し、大変な饒絶になったと言われる。また、皮肉屋で、檻に触れて、私は役者が嫌いです公言したり、 東京出演の時の感想で、東京って、決体なとこですせ。昔から同じことしてるのに、今度のは違うて、えらい、褒めてくれはる。何やわかりまへん。とこぼしたりした。趣味は広く、何は節を聞いたり、サーカスを見物したり、編み物を押したりと、意外な一面も持ち合わせていた。戦後、クルワ文章の夕切りと、合法暗室の玉手御前を、 東京で勤めたとき、関係者はその芸のあまりのうまさに舌を巻いた。二代目小六は、大変なお山だと目を輝かせて、といった工事のもとに駆け込み、その他の評論家たちも、相次いで梅玉の楽屋に押しかけてその芸を、激賞したほどだった。しかし、当の本人は、さよかと一言で受け流すのが常だったという、ありがとうございます。